はい、今回7月25日に発売した新型エクストエールの方で、ベースグレード、S グレードを見積もっていって、最低いくらあれば購入できるのかっていうのをチェックしていきます。で、あとね、規約と納期の方が判明してきたんで、そちらの方も紹介していって、あとおすすめのオプションも紹介していきます。廉価ベースが S、中間が X で、最上級が G で、基本的にはグレードがこの3つで、まあ、他のグレードもあるんですけどね。で、カスタマイズのオーテックがあって。で、まずは普通に見積もっていって、最後の方でメイクオプション、ディールオプション、一切なしにして、車両本体プラス、諸経費だけですね。総額の方を出してみようと思います。S で、まあ、約320万円。319万8800円で、主要装備、LED ヘッドライト、カーマキステアリング、ミッドクラスの SUV で、廉価でもカーマキステアリングは非標準装備。USB 電源ソケットタイプ A なんですね。シート地ファブリック、ドアサッシュブラッドアウト、SRS カーテンエアバッグ。S と X の価格差はそこまで30万ぐらい。ただこう X と G が、80万ぐらい価格差あるんですけどね、この G が一番人気みたいで。で、今回は、廉価エントリーグレード S を選択して、まあ、まずは簡単にですね、普通に見積もっていって、ブラックが有料、ブリリアントホワイト、有料ですね。44,000で、シルバーだけが無料で、モートンで3色しか選択できなくて、まあホワイトに選択して、で、内装色、シート色に関しては選べなくて、ブラックですね。内装色、インテリアカラーもブラックで、シート地がファブリック。で、オプション関係、そこまで細かくは見えないですけどね。USB 電源ソケット、タイプ C。標準の方はタイプ A で、これの場合、リアの方ですね。1個ついて。1500W の AC 電源。メイクオプションなんで、まあ、これは、つけといた方がいいですよね。アドベンチャーパッケージ、廉価エアブ型はこれなかなかつけないオプションだと思いますし、別に納車時につけなくてもいいかなっていうようなオプションで、イルミネーションパッケージ、まあこれもちょっと贅沢なオプションなんですけどね、今回スルーして、ナビレコカメラパッケージ ETC、ここら辺は一番安いの。一番安いのでも239,000円。9インチあるんですね。バーレコ ETC バックカメラモニ、バックビューモニター4点ついて。で、ベーシックプラス。で、これは安い方ですね。違いは何なのか。前後のドアレコ、さっきのやつ含まれてますもんね。23万9000円にドアレコは。で、こっちの方ですね。マットバイザーボルト関係、ライセンスフレーム関係の94,620円。あ、まだ安い方あったんで、そっちの方ですね、つけて8万台ありましたね。下の方に。これを選択して。で、インテリア LED バルブパック。まあ、これも2万切ってて安いんで。マップランプ、センターランプ、リアランプ。3点セット。LED になって、19,668円で。
で、一旦この見積もりで、車両本体319万8800円、で、ボディ色4万4000円で、オプション関係、オプションの合計金額、分かりにくい。まあ、これだけつけてですね、約40万円。で、車用本体、メイクオプション、ディールオプションを足して363万8897円。で、諸経費関係。まあ、減税、免税で一部。で、諸経費が10万8724円。で、総額374万7621円。値引き額は5万から15万引いてくれという話だったんで、まあ、4万7621円引いてくれたとして370万円。で、次に普通に見積もっていって、まあ、値引いてくれない店舗もあるみたいですけどね。で、続けて、同じように S グレードの方を選択して、あとボディ色も無料の方ですね、選択して、もうメイクオプション、ディールオプション関係一切つけずに、最低いくらあれば購入できるのかっていうのをチェックします。で、車両本体と諸経費だけですね。ブリリアントシルバーだけは無料で0円。で、内装に関してはもう無料で、標準装備のブラックファブリックシートで。もう少し細かく、オプション関係とか見えたらいいんですけどね。もちろんこの他にもいろんなオプションあるんで。まあ、それも直接ディーラーで、見積もってもらった方がいいんですけどね。まあ、このような、まあ、これらのオプションをつけとけば、もう基本的には他のオプションはいらないですけどね。基本パッケージがもう整ってるんで。で、これでもう見積もり結果。一番安い S グレードが車用価格319万8800円で、ボディカラーは無料のブリリアントシルバー。内装色シート地はもう標準の無料の内装色ブラックシート地ファブリックで、で、ホイールも23561818インチ、これも標準ですね。無料で。車両本体メイクオプション、ディールオプション足しても、メイクオプション、ディールオプションが0円ですし、ボディ色無料なんで319万8800円のままで、で、諸経費関係、まあ、さっきと一緒ですね、もちろん。10万8720円足して、総額、車用本体プラス諸経費で、330万7520円。まあ、一切オプションつけなかったとしても、7520円ぐらいはさすがに、端数として切ってくれると思うんで、まあ、330万あれば、一番安いグレードになりますけどね。まあ、一括購入できるといった感じですね。はい、今回新型 X-Dale のベースグレードの S グレードで最適くらいあれば購入できるのかっていうのをチェックしてみたでした。